はい、アンディです、今回なんですけども、京都南禅寺の方にね、フォトウォークに行ってまいりまして、そちらのね、様子を参加者の皆さんのカメラ、そして作例と一緒にね、ご紹介していけたらいいかなと思っております、よかったら最後までゆっくりご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、この日もね、天気に恵まれまして、ありがたいことに、蹴上の駅からね、歩いて、この南禅寺まで向かってくるというようなコースを取りました。参加者はね、全部で8名ですね、僕を入れて8名、名古屋からはね、岩井ニアンが駆けつけてくれました。はい、M11 とスミクロン、はい、35mm、最近お気に入りの組み合わせですね。そうですね、こればっかりですね。でもたまにはね、やっぱりね、ズミルックスちょっと戻りたいなと思ってて、今日はね、一応持ってきたんですよ。おお。じゃあこの後登場の機会もあるかも。そうちょっとじゃあ、よかったらニア何枚か写真後でください。ここで、はいはい、ぜひ。フォトウォークの間はですね、まあ、ちょっとしたお題をこう出しておりまして、まあ、参加者のみんなでそれを撮っていくっていうような、まあ、そんなことをしてますね。このお題はね、お互いをポートレートとして撮り合うっていうようなことで、こちら参加者のルトダさんです。M10 モノクロームと新しいズミクロームのサインコメント。やべえ、モノクロームだったんですね。はい、これしか持ってない。かっこよ。結構長いですか、使ってて。いや、今年のボディは今年の5月。ああ、そうなんですか。初来かね。おお。そして新型、新型はついてスミ君、はい、ミルクスのボケだなって感じが。そうなんですよ、はい、ちょっとよかったら作例とかいただいて、はい、YouTube で紹介させていただけたら、はい、嬉しいなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、続いてはね、ご夫婦で参加していただきました、さきさんとけんじさんですね。けんじさんの方はね、最近新しいライカを手に入れたってことで、まあ、そちらの話もね、ちょっと伺ってみました。新しいカメラワクワクしますよね。けんじさん、そのカメラは？そのカメラは何ですか？ R3 です、ライカ。めっちゃかっこいい。これちょっと寄れないんですよ。ズミルクス70センチ以上寄れないんですよ。やばい。めっちゃかっこいいですよね。そう、めっちゃいいんですよね。結構もう使ってます？いや、でもまだ9月に入手手に入れてばっかりなんで、フィルムなんで、フィルム、そう、まだまだこれから使い慣れたいなっていうところ。横するしいいっすね。めちゃかっこいい。そしてこれが Q2。 使い分けはしてないんですけど、ただその、まあ、同じところを取って、はい、その違いをなんか楽しんでるっていうような。贅沢な使い方。いいっすよ、Q2 いいっすよね。もうそれはね、知ってるんすよ。そうです、そうです。もう圧倒的いいカメラなのは分かってるんですけど、近く撮るのも面白いですね。いいですよね、寄れますからね。マクロも、マクロ17センチはちょっとえぐいですよね。17センチいいですね。そう、見た目もいいしな。いや、いいっす、マジで。いいカメラ。
ストレンダーのあノクト、そう、いいっすよね。 1.1 です。おお、 1.1 なんですけど、老眼にはちょっと辛くピントがピントがビザフラックス使ってたんですけど、はあ、ちょっとバッテリーがなくなっていたんで。あー、なるほど、はい、もう今は自力で自力で頑張ってます。はい、暗くなると特に余裕が出てくるかな。でもこれやっぱ結構しっかりデカめのかっこいいですね。またぜひちょっとじゃあ作例をいただいてご紹介させていただければ嬉しいです。ありがとうございます。宇野さん登場です、ね、あ、動画ですか。はい、今回動画で行っております。しました。よろしくお願いします。最近僕のチャンネルでもおなじみになり始めてます、プロフォトグラファーの宇野さんですね。ちょっとね、電車の遅延もありまして遅れての参加だったんですけども、まあ、そこからいろいろとね面白い撮影をまた教えていただきましたので、ちょっとここからも紹介していきたいと思います。データ見てるよ、見てるよ、ちゃんと動画すげえで、輪郭がよく見ると光ってるんですよ、金の。あ、そうそうそう、こう輪郭をこう光らせて。くぅ、みーやん、これ、後でお金払わないとダメですよ。ちょっとなんか、なんかおごろう。なんかおごるよ。ビールいっぱいお願いします。ビールおごるよ。うん、ちょっと前に行くと、もう逆光しか出なくなっちゃうんで。なるほど。逆光チャンスですからね。逆光チャンス。こうやってやるのか。逆光は結構美味しいんですよ。でも逆光でこれやるとやっぱね、被写体が黒くなっちゃうんだよね。だからね、露出補正はいります。それだけの問題といった感じでね、ここからは宇野さんの即席逆光ポートレート講座ですね。やっぱりね、こうただ光を背負うだけでなく、どう細かく設定していくかみたいなところがね、まあ、カメラ任せにせず自分がどう演出するかみたいな、すごいこう大事なポイントなのかなってことで、非常にね、露出補正、やっぱ自分が欲しい色を作りに行くってことを意識されて、作りをする、まあ、非常にね、ちっちゃいことでもやっぱ大事な学びなんだなっていう感覚ですね。ではエルマリートの135にしました。おお、へえ、ちょっとこれ、はい、近寄れないんですよ、このカメラ。あー、いやー、かっけー、でかいですね、意外と。めちゃくちゃでかいです。レンズ付きのやつ。へえ、どんな感じですか、撮って。これ実は自分で一番気に入ってる感じ。おお、へえ、そうなんですね。すごく綺麗に入れるっていうか、シャープ。へえ。普段はちょっと使いにくいんですけど。はいはい。まあ、ポートレート。あー、へえ。ちょっとよかったら後でデータいただいて紹介させてもらっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。そしてここからはさきさんにもご協力をいただいて、さらに撮影を進めていきます。もうみんな真似してこれね、ちょっとしたことでもやっぱね、全然プロ違いますからね。違いますね。これでもいいです。はい、はい。じゃあこの辺そうそう、まやさん、これほら、はい、だからこうするとさ、完全こんな風になっちゃう。あー、いいな、いいな。
いやいや、フレアの入り方もいい。でこうでしょ、でこうでしょ、もう一個いくよ、これも。あ、いいですね、このフレアの入り方も。これはね、ここのツバにね、もうここに合わすしかなくて、もう分かんなくなっちゃって、ピント合わせが。で、こういうのとか、あともう一個が。やっぱ顎の辺りが綺麗だから、成り立つ、いい感じになり立つ。でも難しい。あ、でも なってるよね、この課題。なってます、はい。グラビアアイドルみたいな感じ。素敵。うわ、嬉しい。ありがとう。そうか、そうやってやるのか。露出だけ難しいですけどね。露出を決めるのが逆光は。あ、この写真とかいただいて YouTube 出しても大丈夫ですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。ちょっとニアン、ちょっとぜひください、それ。はい。ニアンの渾身の1枚。おっと、これ出たで。俺1個なんか。マイベスト。だから1個なんか。この距離感いいですね。この、これぐらいの。あ、これもいい。今日一、自分の中のマイベスト。自分の中の、なんか1個答えが。出た。ずっとうまくいかなくって人撮ってて、人難しいですもんね。その輪郭の輝きって言われた時に、そう本当にどうやってやってるのかなと思って。なんか多発すぎるともう、ま、なんか真っ白みたいになっちゃうから逆に難しいんですよ。はいはいはい。だから、そう、それにもよってなんか。はい、ということでね、まあ、大体2時間ぐらいのフォトウォークですかね、まあ、3つのお題をクリアしつつ宇野さんの即席講座も楽しんでいただきながら、終了したという感じですけども、まあ、こんな感じでね、フォトウォーク次回は11月6日、神戸で開催を予定しております。概要欄にもねリンク貼っておきますので、よかったらそちらもご確認ください。それではまた次回の企画でお会いしましょう。